入りしたものの、まとまった雨が少なくなっており、今週は梅雨の晴れ間が続く見込みです。それでは次に関東地方の天気をお伝えします。湿った空気の影響で夕方頃から各地でまとまった雨が降りました。今日未明には雨も上がり、明日朝にかけて昔から冴えない男は酒の飲み方でわかるなんて言いますが、その最たる例がこの中村という男、元落語家という特異な経歴を持っております。話し家の夢破れ、今は不動産屋のしがない一社員でございます。いや、あると思いますよ。だからなんで、もうそれ話したらいいや。いやいや、ちょっとやります。こんな話飽きたでしょ。めんどくせんだよな。いやいやいや、そんなもん。飲んでる？はい、いただいてます。中村君ってさ、ここに来る前落語やってたんでしょ。はい。その割にはあまり話さないね。なんだよお前、つまんねえ顔してよお前。グラス空いてんじゃんお前。え、おかわりビール。うん、ビールにしようかな。はい、じゃあ。あー、すいません、すいません。おーい。ね、牛丼一つ。牛丼。おい、ビールだよ。おい、ビール二つね。そうそう、ビール二つ。ちょっと落語家になろうかな。お、なんか言えよ、つまんねえな。すいません。はい、ビロマトスです。はい、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 すもさん、先輩行ってください。はい、はい、はい、どう、仕事を慣れた？はい、毎日一つ目標を作って勉強させていただいています。うん、真面目かつの。でね、さっきのトイレの話。あ、出たー。もうその話はいいね。いや、聞いて、いや、もう聞かないよ。本当に、だってあの日は鼻筋だったから。だから関係ねえだ。うわー、どういうことそれ。アウトってことじゃん、それ。マジで。いやいやいや、もう。やばいわ。大人でしょ。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。来てください。おお、終わる。よし、じゃあ次か。行きますか。すいません、あの、僕今日この辺で失礼します。おお、またね。はい、はい、はい、ごちそうさまでした。あ、どうしたのよ。どうして？この男、酔いが回ると落語を始めるという悪癖の持ち主であります。はあ、この家に住んでいるやつは家に何にもねえもんだから、壁に家財道具書いてあるつもりになってやるんだな。今日の演目はふざけた男と泥棒がつもりになってやり合う滑稽な話、ダクダクでございます。あ、タンスの引き出しずっと開けたつもり、パッと風呂敷広げたつもり、高そうな着物見つけたつもり、風呂敷をギュッと結んだつもり、あれ、よく見るや、泥棒じゃねえか。面白い泥棒だな。あ、
そっちが取るつもりなら、よし、こっちもつもりでやってやるじゃねえか。投げしにかかった槍を取って鞘払って流々としごいたつもり、泥棒の腹をめがけてついたつもり、いたたたたたと疲れたつもり。あの時のビールを手に取ってトクトクトクと注いだつもり、グイッグイッとえぐったつもり、あー無念、ダクダクと血が出たつもり、明日は声を出す。つもり？